タイレオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ライダーヒーローシリーズ仮面ライダー残月と仮面ライダー龍拳です。出ましたね、残月と龍拳。今回のこの2つの発売で主役級の4ライダーが一通り揃いました。しかも残月も龍拳もパッと見の感じがかなりかっこいいので、この2つを早速レビューしていきたいと思います。ではまず残月のメロンアームズから見ていきましょう。残月はやっぱりかなりかっこいいんですよね。この釣り目の感じとかメロンの皮の感じとかテレビのイメージそのまんまです。アンダースーツの柄はガイムと同じで、戦国ドライバーにはちゃんとメロンが装填されてます。下半身とか腕周りは少しだけ塗装されてますね。そして裏側はこんな感じ。基本は無塗装なんですけど、肩パーツとメットパーツはカラーリングされてます。近くで見るとこんな感じ。やっぱ上半身がかっこいいんですよね。で、可動はいつも通り両腕と腰のみです。そして先に発売された200円のソフビヒーローと並べるとこんな感じです。やっぱ基本的に色が塗ってある場所はほとんど一緒ですね。では続いて仮面ライダー龍拳。これは派手ですね。鎧の下に着てるアンダースーツの基本デザインが他の3人とは全く違うんですね。こっちは鎖片びらっぽいデザインでしたけど、これは普通の中華服ですね。そして色分けがなんか他のやつよりすごく細かいです。上半身はこんな感じで、鎧がちゃんとブドウになってます。顔の塗り分けも綺麗ですし、ベルトのロックシードはブドウになってて、下半身の塗り分けも結構細かいです。ここまで塗り分けがしっかりしてるのはあまりなかったですね。裏側はこんな感じ。ちゃんと黒い部分は塗られてます。そして横から見ると、ブドウのヘタですかね。角っぽい感じになってます。龍拳かっこいいっすね。はい、主役4人を並べるとこんな感じです。メインとしてる色が4人とも違うので、4つ集めると派手ですね。でもやっぱり個人的にはデザインはバロンが一番好きですかね。このシリーズもアームズチェンジは今のところ外部のパインしか出てませんので、今後発売されるであろうソフビ系のアームズチェンジも非常に楽しみです。以上、ライダーヒーローシリーズ仮面ライダー龍拳武道アームズと仮面ライダー残月メロンアームズの紹介でした。